このチームですが、3試合を消化した時点で残留の見込みは高そうでしょうか。まずは降格しないことが第一の目標になるでしょうね。マルケス、ルーズボールになっています。これはファールを取られました。イエローカードはありません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールへの寄せが非常に速い。ボールを運びゴールに襲いかかります。ミスキックとなって相手に渡ってしまいました。シュートだ。がっちりキャッチです。固いディフェンスに攻めあぐねています。ボールの動きが激しい。このパスはダメでした。通りません。あっとこぼれた。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ボールを取りました。さてどうする。さあスタジアムのテンションが上がります。味方のサポートも来る。チャンスを伺っています。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールが足につきません。ルーズボールだ。うまくキープしました。強いですね。パスコースにはディフェンスがいます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いい形でゴール前まで持ってきました。じっくりと出しどころを探します。うまく組織されたディフェンス。サイドからの突破を許しません。マルケス、ウォルコット、タックルでボールがこぼれました。危険な位置です。緊張感が増してきます。合わせてくるか。止める。弾いた。これはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。相手がボールを奪い攻撃を止めました。横に振ります。タッチラインを割りスローインです。もう一度となります。スローインです。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。ルーズボールです。ボールはどっちだ。
さあスタジアムのテンションが上がります。強い、体をうまく使います。ボールを取った、狙っていった、ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。シュートはポストに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに入りました。文句なしのゴールですね。運も重要な要素です。ついに試合が動きましたね。両方ともなかなか決められない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうです。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。タックルでボールがこぼれました。いい形でゴール前まで持ってきました。相手のゴール前でパスを回します。打った、コーナーキックになりました。ヘッドで捉えた、パンチングで弾く、ヘッドでシュート、クリア。さすがといったディフェンスです。中盤でボールをカットしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。マルケス、ボールを回してチャンスを伺います。ボールがこぼれました。レフリー、試合は後半に入りました。サイドへ、タッチを割ってスローイン。ボールは戻されます。テルリッツィ、ボールを運びゴールに襲いかかります。さあスローインでの再開です。チャンスを狙っています。ボールの動きが激しい。アルハブシ、マルケス、ボールをファールになりました。イエローもありますから、スタジアムのテンションが上がります。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ここで網にかかる。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。形でゴール前まで持ってきました。ボールはどうだ。さあコーナーからのチャンスです。アウェーのサポーターからブーイングはリードしているホームチームに対してでしょうか。時間を無駄にするなと訴えかけています。アウェーチームは大きく負けていますからね。勝っているホームチームは急ぐ必要もないので、もちろんこんな抗議は意に返さないでしょうが。ミッドフィールドでボールを取りました。
ボールがフリーになりました。危険な位置です。緊張感が増してきます。テルリツィ決まった。同点ゴールです。チームが押し込まれている状況で貴重なゴールを奪いました。静かにチャンスを伺っていましたね、うん、慌てず冷静に決めました。ボールを運びゴールに襲いかかります。あれ？ここで一旦ペース。シュート！ファールです。主審の判断はどうでしょう。さあスタジアムのテンションが上がります。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。ボールが中盤でカットされました。切り裂けるか。これは面白いシュート。今度はゴールならず。はい、そうそううまくはいきませんね。ボールは来てますからまだまだ狙えますよ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いい形でゴール前まで持ってきました。スペースを狙う。打ってきた。キーパー弾く。コーナーでリスタート。シュート頭。このパターンですよ。決まった。貴重なリードを奪うゴールが決まりました。中盤の組み立てが見事ですね。シュートも素晴らしかった。見事な得点でした。この左サイドからのボールは武器になりますね。危険な位置です。緊張感が増してきます。マルケス固いディフェンスに攻めあぐねています。ボールが足につきません。ルーズボールだ。アルハブシ、このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。サイドへ振る。このボールはキーパーが前に出た。フィールドの中盤でボールを奪いました。ボールを失いました。中に人は。このクロスボールはディフェンスがクリア。ボールを運びゴールに襲いかかります。体を当てて取る。奪った。アルハブシ、さあスタジアムのテンションが上がります。どうなる。止めました。キーパーが試合を面白くしています。今ので試合が決まりかねませんから大きなセーブですよ。ここはゴールキーパーがうまく。オッケー。試合が終了。